第18回10月国家資格キャリアコンサルタント試験面接試験対策講座のご案内をさせていただきます。私レックキャリアコンサルタント課の大森と申します。よろしくお願いします。はい、それではですね、面接試験対策講座レックではかなり 1,2,3,4,5 種類ですかね、講座ありますので順番にご説明していきたいなと思います。コンテンツとしましては、面接試験対策講座は一級技能士が教える面接合格ウェブ道場、これはウェブ通信の講座になっています。次はマンツーマンで合格を目指すロールプレイサポート、こちらはオンラインズームでやっております。マンツーマンですね、マンツーマン講座です。で3つ目、傾聴からチェック面接合格講座、これ通学講座です。で次が一級技能士が教える面接合格講座、これ通学です。で最後に繰り返し練習面接合格講座、これはですねレック生限定としております。レックキャリコン養成講座受講生限定ですね、これ通学講座ですとなっております。レックのキャリコン養成講座なんですけども、今年で20周年なんですね。資格試験合格のレックは42年間にわたりさまざまな資格の受験指導をしてきております。まあ、そのノウハウを生かしてキャリアコンサルタント国家試験対策講座を用意しています。レックのキャリコン試験対策講座はキャリアコンサルティング教育家向けの試験対策講座です。まあ、講座の内容、特徴、受講料などをご案内していきます。キャリアコンサルタントの試験、難しい点はですね、やっぱり実技試験に面接試験があることでしょうね。レックでは通信、ウェブ、オンライン、ズーム講座、通学講座と受講しやすい形態を用意しておりますので、順にご説明いたします。まず、ウェブ、オンライン、面接試験対策講座ですけども、こちら。ウェブ講座として、ウェブ通信講座としましては、一級技能士が教える面接合格ウェブ道場っていうのと、あとオンライン、ズームでは、マンツーマンで合格を目指すロールプレイサポートっていうのがありますけども、まあ、養成講座受講生も実務試験、実務経験で受験される方も、まずはですね、この一級技能士が教える面接合格ウェブ道場でロールプレイの見本が見れますので、見本を見てからマンツーマンで合格を目指すロールプレイサポートっていうのを講座をですね、オンライン、ズームでマンツーマンで受けれますので、教えてもらいますを受講することをお勧めしています。コロナ禍でね、集合研修が心配な方もご自宅で受講することができますのでご安心ですね。で次もう一つは通学講座ですね。通学講座は3種類ありまして、傾聴からチェック面接合格講座、これは関東と関西でやってます。一級技能士が教える面接合格講座、こちらも関東と関西でやっております。あと繰り返し練習面接合格講座、こちらはですね、レックの養成講座受講生限定の講座なんですが、こちらは関東、関西、静岡、名古屋でやっております。まあ、こんな形でですね、順番にこれを受けていただければいいかなと。まあ、基礎的な内容なんですよね、この傾聴からチェックで、その次一級技能士が教える繰り返し練習っていうふうに順番にこう受けていっていただければいいかなと思っているような矢印で流しているんですけれども、まあこちらもね、さすがに3つ受けるのは、あとね、本当に、まあ、本当だったら全部受けていただきたいなっていう流れにはなってます。ウェブで受けていただいて、マンツーマンで受けていただいて、とはいえですね、面接試験は対面で、ロールプレイを実施するので、するのでですね、まあ、限りがあるんですけども、実施本校とか日数もありますので、日程とかね、合わないこともあると思います。で、と限りがあるんですけども、やっぱり通学講座でね、実際面接試験と同様に15分間のロールプレイと口頭試問の実体験をすることをお勧めしたいですね。まあ、本当はね、この上から順番に受けていただくといいなとは思っているっていうお話もしたんですが、もちろん予算もあると思いますので、ご自身の今の現在のロールプレイのスキルによって選択されても良いと思います。まあ、ロールプレイの基本となるね、カウンセリングスキルであるこう見直せるところが傾聴からチェックってやつなんですけども、まあ、あとはキャリアコンサルタントを指導する、まあ、スーパーバイザーですね。スーパーバイザーが一級技能士からの
指導を受けられる一級技能士が教える面接合格講座。レックの受講生は面接試験前の最終チェックにレック生限定 の、 あの繰り返し練習ってやつを受けられるといいかなと思います。それではあの各講座の違いっていうところをお話ししていこうかなと思います。まず一級技能士が教える面接合格ウェブ道場なんですけれども、講義内容は講師まあ、括弧一級技能士による国家資格試験対策に必要な試験内容の理解、カウンセリング技法、カウンセリングに必要な知識の講義の後、コンサルタント役とクライアント役の模擬ロールプレイ、口頭諮問を講師が面接官としてチェックし、その後フィードバックを行っています。試験に出る学生、男性、女性と3つのパターンを網羅しています。で講座時間は3時間。ウェブ配信期間は11月20日まで。で、受講料は、レックの受講生は、と一般価格ともに1万円としております。講師がですね、関西の内藤先生、一級地の技能士の内藤先生になっておりますね。まあ、これはですね、まあ、一級技能士の内藤講師っていうのは、まあ、国家資格キャリアコンサルタントの上位資格のキャリアコンサルティング2級とか1級技能士検定対策講座っていうのを担当されてたりとか、あと書籍も多数出版している講師なんですね。面接ロールプレイとはどのようなものか、動画で視聴したい方におすすめの講座です。ということでね、内藤先生ちょっとすごい書籍もいっぱい出してる、関西の方で本当有名な先生なんですけれども、まあ、面接試験の構成と評価区分の理解からキャリアコンサルティングの進め方といったロールプレイの基本的な概要に加えて、ロールプレイの展開に必要なテクニックを学ぶことができます。レック養成講座の講師が筑後をもとにコンサルタント役、クライアント役っていうのがね、養成講座の先生がやってますので、まあ、演じてるわけですけども、まあ、3つのパターンを演じていますね。で、内藤講師が試験官となり、口頭諮問、ロールプレイで陥りがちな9つのパターン、アプローチポイントを説明するしているという内容です。この動画ですね。まあ、通信ウェブ講座なので、全国どこからでも視聴可能ということでお勧めしています。あと、通学講座にも一級技能士が教える面接合格講座っていうのがあるんですが、こちらもですね、テキスト、レジュメはですね、内藤先生が作っているもので、まあ、基本的には通信ウェブも通学講座の講義の内容っていうのはおおむね一緒なんですね。通信はパワーポイントで説明しているし、通学はワードのレジュメ でしています。まあ、違い、大きな違いっていうところはやっぱり、こう、通信ウェブの講座は3つの筑後記録をもとに面接の動画を見ていただいて、ケースの解説をしてるんですけども、通学講座は、まあ、個別のロールプレイの癖とかですね、課題を一級技能士から直接フィードバックをもらえるということがね、やっぱり一番の大きな違いかなと思います。はい、では続きましてはロールプレイサポートですね。オンライン講座になります。これは講義内容は、まあ、ご自宅からね、Zoom で面接トレーニングは受けることができます。まあ、ステイホームでロールプレイ演習の機会が少なくなり、試験を不安に思っている方におすすめです。クライアント役を講師が担当します。マンツーマンのロールプレイによりしっかりトレーニングができます。ロールプレイを踏まえたフィードバックを受け、自身の改善点を把握することができます。で、講座時間は1回1時間となっています。受講料はレックの受講生が8,000円、一般価格は1万円です。担当講師スケジュールなんですけども、下記ホームページ、もうマンツーマンなので、一人決まったらもうそれは入れないということになっちゃいますのでね、下記ホームページ、都度更新していますので、ご確認くださいということでアドレスつけてありますね。レックの試験対策講座の、マンツーマンロールプレイサポートっていうところに、アップされてます。この QR コード読んでいただければ出てくるようになってます。まあ、受験申請してから、試験までの間、ロールプレイの練習ができない状況で不安に思っている方におすすめですね。まあ、特に良いなと思うのは、こうマンツーマンで先生が見てくれるっていうのがいいかなと。まあ、練習とはいえですね、まあ、クライアント役も結構重要かなと。
家の人を誰かね捕まえてちょっとクライアントやってってもなかなかねうまくできないかなと思うんですけども、この講座ではですね講師がクライアント役を担ってますので、こう試験に乗っ取った練習ができるんじゃないかなと思います。結構ね受講生同士とか友人同士で練習しててもねお互い良いところをちょっと褒め合って終わっちゃうなんてこともお聞きしますので、まあ、自身の改善点を把握すること結構難しいじゃないですか。だけどもこの講座はマンツーマンで講師からの的確なフィードバックをもらえますので、すごい改善点を把握することができます。ぜひこれマンツーマンの講座ね受けられるといいと思います。はい、ではですね続きまして次通学講座の方の説明をしていきたいと思います。傾聴からチェック面接合格講座なんですけども、こちらの講義内容は国家試験では傾聴がしっかりできているかどうかが合否の大きなポイントなんですね。この講座ではそもそも傾聴って何とか具体的には何をすればいいの、頭で分かってるけど実践できないなどの悩みに対してお答えします。講座時間は1日1時間です。定員あります、人数がね。実施場所は関東と関西ですけども、各クラス12名、最小最高人数が6名となっております。で受講料はレックの受講生は16,000円、一般価格が2万円ということでなってますけどもね。講師がね結構います、担当講師が上段がですね関東の黒田講師、西村講師、須藤講師で、関西の方は吹田講師、吉見講師という感じでね並んでいます。そうですね、こう気持ちの受け止め方とかね、クライアントが発する状況、事実、気持ちの中から気持ちの拾い方、あと気持ちの応答の仕方、話の重要部分を深掘り方法っていうね、そういうのを深掘る、深く掘る、掘っていくっていうのが分からない方、クライアントに気づかせようと誘導してしまったりとか、あと一方的なアドバイスをついしてしまう方、あと口頭諮問の受け答えが分からない方っていうね、そういった方におすすめの講座になってます。受講生3名につき講師が1名入りますので、フィードバックの時間をしっかりと取ります。クライアントコンサルタント役としての練習は2回できますかね。他の受講生の方のフィードバックもとても参考になると思いますので、ぜひこちらねじっくり復習されたい方参加されるといいと思います。はい、じゃ次の講座ですね。先ほどのウェブの通学版です。一級技能士が教える面接合格講座通学です。こちらの講義内容はキャリアコンサルティング協議会の実技、面接試験で求められるスキルを身につけることができます。キャリアコンサルティングの進め方、カウンセリング技法を振り返り、ロールプレイ、口頭諮問の練習により面接力を高めます。一級技能士からの実践的なトレーニングと的確なフィードバックにより試験に向けて自身の課題を明確にできます。講座時間は1日やっぱり7時間、定員、実施場所は関東と関西です。各クラス9名となっております。ちょっと少人数制ですね。最小最高人数6名だったなってます。で受講料はレック受講生が16,000円で、一般価が2万円ということでね、の内藤先生ですね、先ほど左上の内藤先生と岩井先生は関東の先生、あと下の2名の方も金子先生と木村先生も一級技能士の皆さん一級技能士の先生です。一級技能士って何ですかみたいなことですけども、すごいキャリアコンサルタントをですね指導するスーパーバイザーですね。一級技能士は個人の相談支援を高い水準で的確に行うキャリアコンサルティング能力を有し、組織への働きかけや関係者との連携などのコーディネート能力が求められ、キャリアコンサルタントからの相談に対して不安を解消し、気づき、成長を促すような指導、アドバイスができるレベルの方が一級技能士です。すごいですよね。レック養成講座先生とか、一級技能士の先生結構いらっしゃり、増えてきたのでね。で養成講座でですね、練習してきたものの、講師から直接なかなかフィードバック
受けられる機会少ないと思うんですけども、まあ、自信が持てない方におすすめの講座です。クライエントの不安を解消するのがキャリアコンサルタントですが、そのキャリアコンサルタントが不安ではクライエントに伝わってしまい、安心して相談することができません。こういうところがやっぱ見られるわけですね。試験でも自身の課題を明確にすることで、面接試験でクライエントに自信を持って接することができるようになります。まあ、少人数制でロールプレイを実施しますので、講師から必ずフィードバックがもらえますので、ね、ぜひ受けていただけるといいと思います。はい、次の講座ですね。繰り返し練習面接合格講座通学。こちらの講義内容は、この講座1グループに1名講師がつく少人数の講座で、徹底的に繰り返しトレーニングを行い合格を目指します。講師からのフィードバックを受け、傾聴力、非言語、言語、関わり方を深めていって、面接の評価区分である態度、関係構築を高め、展開、具体的な方策、自己評価、問題把握は口頭諮問で的確に答えられるようサポートし、合格に近づけます。はい、こちらは講座時間が 3.5 時間、夜間、夜やってることが多いですね、平日の夜で。定員が、実施場所関東、関西、静岡、名古屋、各クラス6名、少人数ですね、最小最高人数が3名です。で、受講料が8000円となってます。まあ、この講座はですね、レック生限定ですね。申し込みの際に受講資格を確認しますということです。こちらはね、いろんな先生がたくさんやってるので、ちょっと先生の写真載せることができなかったんですけどね、いろんな先生担当してくれてます。はい、この講座はですね、レックキャリコン養成講座受講生限定で実施している講座で、養成講座の同じクラスの受講生同士集まってこう練習していることが多いんですけども、最後は講師に見てもらいたいっていう方がね、おすすめの講座ですね。養成講座のロールプレイ練習と同様にですね、受講生同士3名1組でロールプレイを実施してもらいますけれども、1グループにつき必ず1名先生が入ります、講師が入ります。でフィードバックを行います。まあ、3.5 時間で2回転ってね、もう忙しく実施します。慌ただしいんですよね。だからコンサルタント役を2回体験できます。特に面接試験の評価区分というのを意識して、実施合格に近づけるサポートしていく講座ですので、ぜひレックの受講生の方はこちらの講座を受けられるといいと思います。はい、では最後にですね、お問い合わせ先です。申し込みお問い合わせはレック各本校、営業時間は各本校ホームページをご確認ください。レックコールセンター、電話0570-064-464になります。あと試験に関するお問い合わせにつきましては、キャリアコンサルティング協議会、国家資格キャリアコンサルタント試験センターね、こっち QR つけておきました。こちらまでご連絡くださいね。まあ、養成講座終了後ですね、試験まで間が空いてしまうっていうね、ところを力を落とさないように、さらに合格を確実にするために、レックの試験対策講座をご活用くださいということですね。皆さん、ちょっとお申し込みお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。